勝負の世界でしか生きられない人々がいる。これは麻雀界において雀聖と呼ばれた伝説のギャンブラーの物語である。向かうところ敵なしの房州哲也コンビの前に、麻雀の本場大陸帰りの売人コンビが立ちはだかった。自信を持って勝負に挑んだ哲也だったが、積み込みによる役満の連発に苦境に立たされたばかりか、頼みの房州は冷たく哲也を突き放すだけだった。しかし哲也の返し技が逆転のきっかけとなり、新宿最強コンビはついに完全なる勝利を手にしたのだった。天音おやおや、どうした、おっさん。それがよ、上がってんだよ。なんだって、天砲。畜生、やってられるかよ。まったくだ。帰るで。おお、ま、お茶でも飲んでくれ。どうも。おう、気が利くな。あんたらそれ飲んだら帰ってくれ。うん、あんたらがぶってると客が減るんでな。お、当分あの店には行けねえな。ああ、新しい雀荘を探さなきゃな。因果なもんだな。何がだい。技を使えば使うほど場を失っていくなんてさ。じゃあこのまま俺たちがあちこちの店で天砲を上がり続ければ、いずれは東京じゃぶてなくなるだろうな。そん時はどうするんだい。そん時はそん時さ、地方にでも行くさ。いらっしゃい。疲れてるみたいね。30時間ぶっ通しでぶってたからな。さすがにバテたよな、房州さん。坊や。お、確か前におめえに言ったことがあるよな。
毎日肺には触ってろって。ああ、いざって時には地震が支えになるからって。俺はさ、こいつさ、常にこいつを振ってんだ。サイコロか。ボシュさんは出したい才の目を確実に出せるからな。じゃあ私が言った目を出せるのね。12までの数字言ってみね。じゃあね。4。本当だ。コツがあるのさ。出したい目を下にして持って一回転半転がるだけの力を加えて振るだけさ。訓練次第で誰にでもできることさ。不思議だね。再振りが？違うわよ。バクチューチってのは楽して大金を稼ごうって人種だろ。その割にはやけに勤勉じゃない。怠惰を求めて勤勉に行き着くか。それもそうだ。ボシュさん、何か食おうぜ。腹減ったよ。俺はいいよ。え？なんだか腹が減らねえんだ。だって昨日から何も食ってねえんだ。何か食わなきゃ体に毒だ。ちょっと寝たらまたぶちに行くぞ。ああ、でも無理することはねえよ。今日は休もう。いつでもぶてるんだからさ。坊や、おめえ。え？俺が出会った中で最高の売人だ。そしておそらく俺たちは今どこへ行っても負けねえ最高のコンビだ。おめえは売人としてこれからだろうが、だがな、俺はそうはいかねえ。俺は今がピークなんだよ。いずれ衰える。そんな、坊主さんに限って。これはもう決まってることなんだ。いわば天からもらったみてえなもんだからな。だからこそ勝てる時に、最高の時に勝っておきてんだ。じゃあ4時間後いつもの高架下でな。大丈夫かしらね、あの人。え？大事な商売道具忘れてったよ。大丈夫だよ、ちょっと疲れてただけだ。坊主さんこそ最高の売人だ。いつかいつかきっと超えなきゃなんねえ俺の目標なんだ。お、それだ。え、ロン、トン、メンホン、イッツ、ハネマン。いやー、きついな兄さん。とてもかなわねえや。なんだかおっさんから上がってばかりで悪いな。しょうがねえ、それも運ってもんだ。いやー、それにしても負けてるな。次に上がっても原点に戻れねえな。くそー、兄さん、レート上げよう。5倍でどうすか。頼むよ、このまま帰ったら女房に殺されちまう。5倍か、俺はいいけど、お前は？俺も構わねえよ。奥さんによろしくな。いやー、こりゃどうも。さて、明日は晴れるかな。出た、2の2のサイン。またやるのかい。稼ぎ場がなくなるぜ。構わねえ、勝てる時に、最高の時に勝つんだ。わかった、やろう。坊主さん、この二人もそれなりの売人だが、組んじゃいねえ。俺たち最強コンビの前じゃ大したことはねえ。さあ、次はおめえが親だ。おめえが上がりな。
そしてこの二人をぶっ飛ばしてやろうぜ。積み込みは完璧。次は才の目を、親の俺が2を出し。よし、あとは坊主さんが2を出せば完璧だ。さすが坊主さん、完璧なさゆりだ。バカな、坊主さんが才の目をしくじった。どうしたんだ、ボーシューさん。何ぼーっとしてんだ、おっさん。早くしろ。くそ、どうする。レートを上げちまった以上、この曲を落とすわけにはいかねえ。だが、どうせ。つも独占投資。行くぜ、坊や。来やがった、この俺が。坊主さん、ほら、今がピークなんだよ。いずれ衰える。才の目をしくじったぐらいで衰えたなんて考えてるんじゃねえだろうな。そんなもんで俺たちが、坊主さんが終わってたまるかよ。だが、どうする。ハイパイはバラバラ、クズハイしかねえが、やるしかねえ。坊主さんに教わった技を力を駆使して引き戻してやる。坊主さんが終わっていないことを証明するために、この曲をしのぎ切って勝ちを引き戻してやる。終盤に来てまだ一メンツ。俺たちの強さは神がかりだったかもしれねえ。あれは天からもらったみてえなもんだし、いつかは果てることは分かっていた。だが、あまりにも早すぎる。すまねえ、坊や。坊や、おめえ、まだ諦めてねえのか。よし、1枚入った。国士無双イーシャンテン中安中町だが、あと2巡しかねえ。2回積もる間に中安と中を引けるのか。引くしかねえ、引くしかねえんだ。
やはり俺が出会った中で最高の売人だ。転売しやがった。しかもオウムの国士無双純町。俺がしくじった流れを引きずっているこの曲でよくぞここまで持ってきた。だがすでに純は場に3枚切れている。残るは一巡のみ。1枚しか残ってねえ純を、そのラス相撲で引けるのか。ダメか。だろうな。流れが悪すぎる。俺たちの負けだ。すまねえ坊や。なんて目をしてるんだ。まるでその目でこの先まだある勝負を見据えているみてえじゃねえか。だがありえねえ。お前の罪はもうねえんだ。奇跡を起こさねえ限り、天を味方にでもしねえ限り、おめえの勝ちはねえんだ。流局、誰もがそう思った瞬間、それは起こった。ポン！転廃することを焦ったペーチャがまず動いた。坊やの壺が増えなかった。まさか坊や、ここで引くってのか。たった一枚の純を。間違いねえ。握られてる。天に角。な、何？国士無双役満だ。国士無双役満だと。これが坊やに与えられた天運。畜生、冷凍5倍にした途端に役満とはな。おかげさまでオケラだよ、腐ったれが。なんとかなったな、坊主さん。ああ、そうだな。それにしてもとんでもねえものを見ちまったぜ。ペーチャがポンをしたのも、坊やが背景でチューンを積もったのも単なる偶然なんかじゃねえ。これが坊やの天運なんだ。なあ坊や、数案をつもり切りした時よく諦めなかったな。ああ、なんかこうよく覚えてないけど、この灰は積もれるような気がしてたんだ。これで散った坊主さんに近づけたかな。こんな時になってこんな売人に出会うなんて。坊主さん、明日はどうする？明日はやんねえ。そうだな、少し疲れてるし。じゃあ明後日にしようか。明後日もやんねえ。え、じゃあ今度はいつだい？今度はねえ、もうしまいだ。何言ってんだよ。才の目しくじったの気にしてんのかい？あんなの気にすんなよ、また一緒に。俺はもうダメさ。才の目に答えが出てる。俺には運がなくなったのさ。そんな運なんて関係ねえだろ。坊主さんには力があるじゃねえか。おめえ前に言ってたろ、博打は運のやり取りだって。ああ、あれは間違っちゃいねえ。ただ力って概念が抜けてただけでな。運を引き込むのは力、力を引き出すのは運。力と運ってのはいわばコインの表と裏さ。どっちかが欠ければ価値はねえ。俺には運が欠けちまったんだ。でもまだ俺坊主さんには全然かなわねえし、坊主さんは
いつかは超えなきゃなんねえ俺の目標なんだ。だからもっといろいろなことを教えてほしい。あそこであのチュンを引いてこれるおめえの力と運は最高だ。俺なんかとっくに超えてるよ。教えることなんざ何もねえ。そんな運が欠けたなんて一時的なことさ。そのうちに流れは来る。だからまた一緒に、バカ野郎。いいか、俺たち売人は食うか食われるかの世界で生きているんだ。運のねえ俺がこの世界で生きていこうとしたら、立ちどころに他の売人に食い殺されるだろう。おめえも売人としてこれから生きていくつもりなら、運の落ちた人間に甘くするんじゃねえ。帽子屋さん。じゃあな。またいつか会おうぜ、坊主さん。ああ、またいつかな、坊や。きっとだぞ、坊主さん。この日を境に新宿から坊主が消えた。坊主さんに財布を返せなかったな。結局幸せすぎて大切なことわかりづらくなったけど、今答えなんて見つからないとしても、ゆっくりと探してゆこう。守るべきことと嘘や矛盾を感じながら、坊や鉄を知ってるか。若えが負けを知らない無敵の売人さ。だが今度ばっかりは相手が悪い。新宿の夜に忍び寄る奴は死神だ。